ちょっとみんな急げっていう感じかもしれないですね。なくなっちまうかもしれない。はい。さあ、そしてインタビューの方準備できたということなので、うん、お話伺っていきたいと思います。まずはですね、阿部川直真選手、はい、さあ山口エイド出てきましたがいかがでしょうか。はい、そうですね、僕は、まあ、エイド戦やってきましたし、うん、まあ、優しいで僕は有名だと思うんですけど、山はすごい怖いで有名なんで、怖い、そんな怖い山に圧倒されないように頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。疑問の声がチームからもありますが、はい、チームからはまずいだろう。生選手、それではですね、ホームチーム怖いと言われていましたが、山口選手にも意気込み伺いたいと思います。さあ山口さん、はい、生戦怖いで有名と、生選手がなんか山口さん怖いって言ってたんですけど、大丈夫ですか。どういうこと。心当たりあります。いや、心当たりは特にない。そうですね、俺もないです。ないですよね。うん、むしろ笑顔が素敵な、ね、おめえのあいつだろ。意気込みの方をお願いいたします。はい、そうですね、いや、ナウマンさんはシンガポールでもちょっと帰り一緒に結構話したりして、うん、僕からしたら怖いっていうイメージはなくて、すごい優しいお兄さんっていうイメージなんですけど、うん、なるほど。まあまあまあ、今回はちょっとなんか僕が怖がられてるみたいなんで、怖くないな、怖くないよっていうことをちゃんと教えてあげるために勝ちたいと思います。負けそうじゃないの。ありがとうございます。、はい、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。それでは、両選手は試合の準備をお願いします。優しいお兄さんだと思っていたという100点の回答に、ね、もうなんか勝敗はもう明確についてしまったんですけど、まあ、ここから戦いでね、はい、その本当に怖いのか優しいのかっていうところが見えてくると思いますので、見ていきましょう。ナマケン対するは山口への行ってみましょう。お願いします。ただこの、ね、山口がこれまでのシングル大会では割と剣に敗れてるが多くてですね、うん、そこはどうなのかなと、はい、思うところです。パラジャンプからここは投げすかりをうまく取っていく山口。さあ投げまで打って体力リードで画面端、生はどう受けるか。受けを差し返す、打たすか、確率までしっかり。そのあとフレーム消費からの投げ、これはうまく生が切り返して入れ替える。ただゲージはまだ2本溜まっていないという状況。オッケー、その前に山口が試合を畳んでいく。ラウンドはまずは山口、こう剣側がまとわりつければ陣内に対する対応が難しいですし、あとは先端の軍人前蹴りも効いてくる。そして画面足に行けばね、発射パンチが強いんで、それとこの投げの攻めで難しい。やっと切り返したのは山口のエド。これで中央に戻ってきた。体力差はついている状況。生は投げでかなりのダメージを稼いだ。ここまで軍人急停止から軍人前蹴りにね、やっぱジャスパーを狙いたいっていうところが心配ありますので、そうさ、そいつって感じですね。上飛び、さあこれうまく入れ替えながらの OD 陣内経由。いいサルだ。そしてゲージをもう使っていく。ラウンド優先の動きは生の剣。これは届いている、はい、お見事。まあ、とはいえゲージ差はね、だいぶついた状態での3ラウンド目なんで、まあ、山口側の方が特に端に追い詰められた時に、まあ、うまく切り返せれば、まあ、山口のドリーム、新ドリーム、はい、こういった難易度の高いコンボ、決めてくるかなと思います。さあ SL 状況はおっしゃる通り3対0。どうこのリソースを使っていくか。山口のエドを右手が上しっかり落としてラインを上げていく。丁寧に丁寧に画面を抜けたいが、粉じまぎり使うし当たらず。これなんだこれ。さあバーッともかなり近いぞ。バーッとするじゃないんですよこれ。そうですね、生受けられるか。すんだっすね。苦しい、一気にダブルインパクト。優しい拳でまず1試合目は山口。無駄なく終わらせましたからね。このインターバルを経てナウマンどう修正をかけてくるか、うん、さあ見ていきましょう。両者の2試合目、1試合目先制したのは山口のエド。忍びにさらなる弾みをつけるか。ラッシュはいきなり止めている。ナウマンが入って、さあ出花をくじかれた形になったのはナウマン。上、綺麗に入った。おお、ダメージ中止。
19秒経由なんでか、うん、この後のドライブをいかに回復するかです。そうですね、うまい。さあ、オーリー昇竜を使ってそのからバーンアウト覚悟。タッシュパンチとかね、どうせドライブ削られてたと思うんで、それよりは割られるよりは自分から使うというのがセオリーですね。あとこの状況下がりながら粉塵前蹴りもありますからね。発生制限でも1本一応溜まってるんで、インパクトに対する対処も可能。さあ、しかしじっくりじっくりと追い詰めてくるのは山口。いやー、いい出し投げ。うわー、うまい。バウンド回復したが、その後すぐさま打撃でこじ開けた。これでマッチポイントは山内。プレッシャーをかけながらのラッシュ投げなんで、やっぱりあれは SHC のコマンド入力してるとね、対処しづらい。しかもその後も、まあ、いわゆるファジー逆タクの中足ラッシュっていうのはドライブゲージも満タンのラウンは死闘だったんで、それ潰すタイミングでね、うまくしゃがみじゃキック打ちましたよね。完璧な対処、完璧。さあ山内、ここも前に出るか。さあ、やや防戦一方なのはナウマンの剣。いや、投げ抜けは相当きつい投げ抜け。いい飛び。さあ、ここでも飛びがいい形だった。さあ、逃げる使って大ダメージを与えながら、さあドライブも回復。やっと、おお、怖い。ギリギリ。これ何かかるとね、何か食らうと止まるんで。うわー、ここでしかも後ろ投げだ。ドライブ上綺麗に入った。生には S ゲージは1本引きつけて投げが入る。粘れるか。いや、抜ける。ナイスバック。そして、いやー、こっからスローペース。CA 弾抜けになってるんで、一応こう波動は打ちづらいですよね。ナウマン側としては終わってしまうんで。そうですね、体力リードはナウマンの剣だが、ラッシュコパン。ここはうまく。さあ、ラッシュコパンを当てていった。非常に長い小技。我慢強かったですね、ナウマンが。波動にこう甘えることなく丁寧に立ち回ったことが勝利を呼び込みました。さあ、これで画面端。投げは若干距離がありましたかね。さあ、中心粉塵走っているところ後ろに投げて、さあ、これで山口のペースになるか。すでにマッチポイントにはなっている。3ゲージ対2ゲージ、 SA ゲージ差もある山口優勢だが、ここは前に出る。打ち上げて、その後距離を取りながらじわじわとダメージを与えていく。なるほど、今はできるがバーンアウトですね。一度立っている。差し返し、中段はしっかりパリーして、うお、踏み込みガードを使い、これは行ったか。バーンアウトしない。かなりのいい一撃になった。ナマン、これでバーンアウトの時間もかなり稼げた。ドライブがそろそろ戻ってくる。お、バーンアウト。そして超でかい。いいから画面端絞れるか。ここは剣の間合い、タマム的なし、しっかりケアしている。さあ、ナマが1本取り返して 1-1 になった。いい形であれですね、バーンアウト状況をしのげましたね。そうですね、陣雷をうまく使って、で山口は陣雷一発を満たして対処したか、もしくは陣雷中段潰すタイミングで、ボーライ落としに潰せるタイミングでボタンを押して、それがちょっと早すぎてしまったかで、ここから逆転でいきました。ただまずいことになってるぞ。画面端、とんでもない量の拳がナウマンを襲っている。一つ一つが優しさ。しかし体力はもうわずか。あ、うまい。いやー、キテシ狙われてしまったか。これでマッチポイントは山口。中足連携に対するインパクトっていうところを匂わせての粉塵停止だが天使だったんですが、そこに対して対処しっかり山口見てました。中継が粘れるか。さ、しかし、いやー、うまい飛び上。さあ、先ほどからこのナウマンの飛びがいい形で、飛びめちゃくちゃいい。さあ、手ガード。これは昇竜が、え、これ最強の、まさか昇竜の、よいしょ、結構減ってるぞ。いい方、マジかよ。最大サイコストーム、最大。とっても優しい最大コンボで山口がナウマンを下していった。慈悲の一撃、コンボミスはお仕置きです。そうですね、いや完璧でしたね。いい解体を